コルネリス・ノルベルトゥス・ヘイス・ブレヒツは17世紀後半にベルギー、ドイツ、デンマーク、スウェーデンで活動したフランドルの画家であり、もっぱら、トロンプ・ユーを描いた。トロンプ・ユーとは二次元で描かれたものを鑑賞者に作詞させ、本物の三次元の物体であると思わせる芸術ジャンルのことである。ヘイス・ブレヒツがいつどこで生まれたのかははっきりとは分かっておらず、 彼の晩年の活動についても記録には残っていない。そもそも彼の名前は同時代の美術史には残っていないのである。彼の作品としてわかっている最も古い作品が1657年のものである。おそらく彼は1660年代初めにはドイツにおり、レーゲンスブルクなどで皇帝レオポルト一世に仕えていた可能性があるが確かとは言えない。 1664年前後からハンブルクで何年か過ごしたとされる。ヘース・ブレヒツは遅くとも1668年にはデンマークにおり、おそらく同じ年から1670年頃には先制的なデンマーク王フレデリック三世を抱えの芸術家として雇われるようになった。その後1670年から1672年頃にクリスチャン五世に仕えるようになった。 彼は、ローゼン棒城そばのロイヤルガーデンにアトリエを構え、1670年から自らを宮廷画家と称するようになった。1670年から1672年にかけて彼は特にローゼン棒城に飾るための作品を描いて報酬を得ていた。コペンハーゲンを去ってからは、ストックホルムに住んでいたと考えられており、そこで1673年に、 街のブルジョアに壊れて、巨大なレターラックの絵を描いたとされる。1675年には再び、ドイツに行き、晩年の彼の作品として知られる作品を手掛けた。その後の彼の活動は全くと言っていいほど、知られていない。コッペンハーゲン滞在中の4年間で、ヘースブレヒツは22点ほどのトロンプ湯を描いており、そのうちの10点が、 デンマーク国立美術館でコレクションされていることが分かっている。21世紀においてヘースブレヒツに帰属する作品はわずかに70点ほどであるが、コッペンハーゲンにおいては国立美術館の19作品、ローゼン傍城の2作品、フレデリクス傍城の国立歴史博物館の1点が確認されている。コッペンハーゲンにおけるヘースブレヒツのコレクションは、 世界的に見てもその質と量において抜きん出ている。裏返されたキャンバス、1668年から1672年、コペンハーゲン国立美術館像ヘイスブルヒツはほとんどトロンプイユとバニタスしか描かなかった。この二つは17世紀後半に人気のあった絵画ジャンルである。最も古い作品とされるのが1657年のバニタスであり、 1662年まで彼は主にこのジャンルの作品を手掛けている。ヘースブレヒツのバニタスは人生の儚さを伝える伝統的なシンボルが重ね合わされていた。例えば藁をかぶった頭蓋骨であり、花瓶に生けられた花であり、わずかに灯るろうそくであり、人生の時を計り示すものとしての砂時計であった。1662年以降、 ケースブレヒツは純粋なバニタスを放棄してしまい、バニタス的なモチーフをより複雑なトロンプイ、e、ユを構成する細部に持ち込んだ。例えば、いわゆるアトリエの壁、レターラック、狩猟道具や楽器をかけた壁、そして、切り抜きであった。最後の手法は目を騙すことをさらに推し進めたもので、絵に描かれた木や理念の生地がある形にせつき、抜かれていることで、 感賞者はまるで三次元の物体の目の前に自分がいるかのように思い込まされてしまうのである。作詞を決定的なものにするために、ヘース・ブレヒツは描くモチーフや対象を王族が普段自然と目にするものに絞り、それを可能な限り実物に近いサイズで描いた。様式的に見て、ヘース・ブレヒツはオランダのヤンダ・ビスでヘームの影響を受けている。またかつては、 フランシスカス・ヘイス・ブレヒツの作品と混同されることもあった。コッペンハーゲンにあるヘイス・ブレヒツの22点の絵画のほとんどは王の遠近法の間のための作品だった。様々なものがコレクションされた王のための脅威の部屋がそう呼ばれていたのである。展示品は選び抜かれたトロンプ湯、覗きから栗箱、中心投影による建築画などであった。 コペンハーゲンで鑑賞者は真に特別な歓迎を受けるのだ。それはトロンプイユの作詞と覗きからくじによる三次元の映像のもたらす気が利いて遊び心に溢れた素晴らしい驚きであり、17世紀にここを訪れた者にとってはほとんど魔術的でさえあったことだ。1690年の目録は、 この部屋の29点の絵画のうち15点をヘースブレヒツの作品に数えている。ありがとうございます。